信仰主義は、信仰と理性は独立したものであるという認識論の理論である。信仰と理性は相反するものであり、特定の真実にたどり着くためには信仰の方が重要であると主張される。神学者や哲学者は、刑事上学的な事柄、道徳、宗教的信念の真実を捉える際に、様々な方法で信仰と理性を考察してきた。 信仰主義は一般的に次の4人の哲学者に帰するとされる。信仰主義には多くの形態があるので、ある形態の信仰主義が必ずしも支持されるわけではない。アルバン・プランティンガは信仰主義を信仰のみへの排他的あるいは根本的な依存であり、その結果理性が軽視されることとなり、とりわけ哲学的あるいは宗教的な真実を追求するために利用されると述べている。 信仰主義者は、それゆえに、哲学的で、宗教的な事柄においては、理性よりも信仰に依存することを促すのであり、それゆえに理性の訴えを軽視することがある。信仰主義者はとりわけ真実を探求する。そして理性はある、主の真実には到達し得ず、それらの真実には信仰をもってのみたどり着くことができると主張する。主な記事。 宗教と科学クレドキア・アブサーダムという言葉はしばしばテルトリアヌスのものであるとされる。しかしこれはテルトリアヌスのデカーンクリスティという書からの誤った引用であると考えられる。テルトリアヌスが実際に記したことは、神の子は死んだ。それは信じるほかない。なぜなら、それは不合理であるからだ。しかしながらこれは信仰主義の立場から述べられたものではない。 テルトリアヌスは、知的傲慢や哲学の悪用を批判していたが、同時に信仰を守るためには、理性が有用であると信じていたためである。パスカル・パスカルによっても、信仰主義が唱えられた。パスカルは無神論の考えを取り入れ、神への信仰は、潜在的な報向を持ち合わせた無償の選択であると、みなした。パスカルは、神が存在するかどうかは問題にせず、 神の存在を真実であると想定することに価値があるかどうかについて述べた。無論、パスカルの命題は特定の神に制限されたものではないが、彼自身はキリスト教の神を前提としていた。以下、そのことが述べられている文章を彼の著作であるパンセイより引用する。信仰の理由を説明できないからといって、それで一体誰がキリスト教徒を非難できるというのか。 キリスト教徒が自らの信仰をこと細かに説明したというのに、人々はそれを馬鹿げていることだという。証明できないからといって、不平をこぼすのか。もし、キリスト教徒がそれを説明できてしまうなら、彼らはたちまち信仰を失うだろう。彼らが資料分別のあるのを示すのは、信仰が証明できないものであるからだ。パンセ、ナンバー233パスカルはさらに、 神の存在を示す、様々な証明に関して、見当違いであるとして、意義を唱えた。もし証明が正しいとしても、証明のために仮定された存在が、伝統的に信仰対象であった神とそぐわず、容易に、理神論へと繋がってしまうのである。ありがとうございます。